となりました。接客ビジネスを応援するプレシャスタイムのお時間です。私宮田恵子がお送りいたします。この番組は接客ビジネスに関する情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する方々とお招きする番組となっております。東京よりズームでお送りしております。皆様最後までどうぞお付き合いください。久しぶりに伊藤美希子さん、ミキティを呼びます、はい、どうも、お久しぶりです。はい、今日もよろしく。今日はあの身内でリラックス3人で、はい、よろしくお願いします。ミキティさんも、はい、よろしく。はい、ではお相手は、はい、FM ギの佐藤真奈が務めさせていただきます。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginoan.com です。そしてまたあの映像と音声をツイキャスト YouTube ライブにて配信してますので、そちらもぜひぜひコメントお待ちしております。はい、それでは CM の後はまた今日はどんな話が聞けるのでしょうか。それでは一旦 CM です。お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するプレシャスタイムのお時間です。お相手はマナティちゃんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではあの本日またあの再び久しぶりのあのご出演です。株式会社プレシャス接客販売トレーナーの伊藤美希子さんです。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。元気にしてましたか？元気だけが取り柄で、あのその辺は元気なんですけど。失礼しました。そうでした。元気とは言いませんが、取り柄たくさんある中の一つです。中の一つ。たくさんある中の一つで。なんかさっきも話してたんですけど、ね、暑さが取れないですよね。沖縄もまだまだ、はい、ね、暑いでしょう。そうなんですよ。もう10月に入るっていうのに、この暑さで大丈夫かな、みたいな。ですよね。はい。またいろいろ今年の冬はすごい寒いとかっていう噂も聞きます。そうなんですよ。どうなるのかなっていうところではありますけど、ね、まああの私とあの伊藤美希子さんミキティは、はい、去年の11月ぐらいから、はい、ある研修をあのズームで始めたんですね。お、そうなんですよ。で、あの、前に来ていただいた、もともとは、増田健二さんっていう、はい、マーケティングの方が出られたと思うんですけど、はい、あの彼が、手腕ビジネス実践会っていう、全国の酒屋さんを、のマーケティングのコンサルをやってる方なんですけど、うん、まあ、実は私の、実家とめちゃくちゃ近い、ところにお住まいで、あ、なるほど。はい、ご紹介で、あの接客やりませんかっていうお話をいただいて、ちょうどコロナの時期にあの酒屋さんが非常に大変な、あの、うん、酒屋さん、あの居酒屋さんとかレストランとかにおろせなかったりとか、まあ、お酒をこう出さないようにっていうことができて、でそういう中からその接客を街のあの販売を、あの、本当に家飲みの方たちにやらなくちゃいけないので、うん、接客を、あの、ちょっと今までやってなかった人たちも頑張ってやりたいっていうお話をいただいて、うん、まあ、そこから何回か研修やってたんですけれども、あの、もともと私、あの、
化粧品販売とか化粧品のトレーナーの出身なので。あ、全く業種は別というか。はい、そうなんですよ。それでお酒全く関係ないんですけれども、はい、あのミキティと2人でね、はい、いや接客と販売、私はじゃ あのコスメの販売をやりましょうということで、はい、あの講習をやらせていただいてたあの中で何名かの方々があの日本酒コスメを販売するからっていうお話をいただいて、うん、じゃ あの美容のお話もしましょうかっていうことであの研修を始めたんですよね。はい、だからもうやっとは来月で1年経つっていう感じなんです。ね、ミキティ。いや、いいですよね。本当に今まで1年ね。あの、うん、もう本当にあの、宮田先生はもう、化粧品のことをもう十分熟知されてますし、もちろん接客も、化粧品の接客もなさいますけど、私はもう本当に、接客のみの、いわゆるお話をちょっとさせていただいて、はい、それで1年間ずっとさせていただいたんですけど、本当に皆様方がね、とってもなんて言うんでしょう、前向きでいらっしゃって、うん、で、うん、お伝えしたことを、本当にすぐに、実行をなさる。そして、それによって、結果を着実に上げてらっしゃいますし、うん、本当に、私が1を言って、10を知るってよく、ありますけれども、はい、もうそのままで、私の発した言葉で、一気に、その周りのことも皆さん、ちゃんと、こう、ご理解なさっていただいて、それはそれは、こんな言い方したらあれですけども、優秀な生徒さんばっかり集まってたんですけれども、でも、本当に皆さん素晴らしくって、実行力が終わりですし、私が逆に関心、いつもさせていただいてます。はい。なんかいろいろな、まあ、ちょっと、聞いてみたんですけど、はい。この画面越しの、その、ズームでの、空気感が、すごく私は、幸せっていうかね、いいオーラをいただいてやってるんですけど、まあその中ですごくこうこの1年間をねちょっと今日振り返って考えると長崎県の佐世保市ってあるんですよ。はい、ご存知ですか？佐世保バーガーとか。そうそう、有名ですよね。はい、海軍、あ違う、自衛隊さん、自衛隊もそうですけれど、うん、米軍あるところなんですけど、はいはい、そこの、町の一角の、酒屋さんが、コロナの頃に、やっぱり、その酒屋、お酒だけではっていうところもあって、酒にこだわらず、その日本酒系のコスメを、置かれるようになったんですよ。おー、本当は酒屋さんだけどってことですか？町の酒屋さんなんですけどね。うんうんうん、商品も置いてみて、っていう話を聞いて、はい、だったらセミナーやりましょうか、私教えますよみたいな話をして、はい、で、まあそれですごい実践をされていて、最初の頃確か九州で今2位になったんですよっていうお話をいただいたんです。でじゃあ1位にならなきゃねっていう話から、はい、まあ、去年1月から、月1回接客をのセミナーで、月1回私のセミナーでっていうことで、まあもちろんその化粧品の売り方だけだと、そんなには売れないと思うんですけど、はい、接客とその知識とパフォーマンスっていうか、そういうこうね、なんかこう手につけてあげたり、手、うんうん、を出したりとかっていうところも含め、なんと、日本一になっちゃったんですよ。おー、2位から。そう、92位だ。全国今2位なんですとかっておっしゃってて、と思って。それもそれですごいですけどね、2位でも。そうなんです。しかも、酒屋さんのグループだけじゃないんですよ。大型量販店にもその商品を売っていて、はい、へぇー。そうなんですよ。それでも1位なの、うん。酒屋さんです。すごい。すごいでしょ？そうなんですよ。で、さっきミキティが言ったみたいに、まあそのグループのところの中に、いろんな情報、何でしょう、美容の情報とか、はい、春はこういう気候なのでとか、風が強いから保湿が大事であるとか、うん、夏は汗をいっぱいかくからお手入れしないけど、
肌の中がスカスカになってて冷房と紫外線でやられてるとかって書くと、そのままやっぱりお客様にお伝えして、あの行動力とやっぱり実践力、なんかやっぱりすごいなというふうに思いますね。ね、ミキティ。です。本当そう。まあ、ずっと聞いてましたけども、本当にそう。皆さんそうなんです。あの、もちろん、あの、ね、その、全国一位になった方ももちろんですけれども、あの、なんて言うでしょう。一つ一つ、あの、ご自身の、こう、特にこう、なんて言うでしょう。金銭に触れたことって必ずすぐご実行なさって、で、次の研修会の時にはそういうお話を伺うと、もうすっごい嬉しくって、何よりあの、皆さん楽しく、あの、研修受けてくださってるのが本当一番嬉しくって、実行もさることながらね、そうですよね。だけど、あの、やっぱ、身内で、あの、褒め合うのもなんですけど、いいのね。はい。本当面白いの。この教え方というか。そうだって、もう、水沼さんになっちゃうもんね。すごい。あの、そうなんです。あの、コカミミの、ニニカミヌマ、ニニカミって言われる。本当にそのつもりはないんですけれども、喋り方とかスピードがどうやら似てるらしくって、実はあの、その昔若い頃から言われてました。あの、本当に言われてたんですよ、ずっと。カミヌマさんって言われて。いや。あ、それ私知らなかった。でも私。知りませんでした。ミニカミヌマっていうか、ちっちゃいカミヌマミコがうちにいるんですよとか。そうなんですよ。あのクライアントの方、私のクライアントの方にも、あのこっそりあの先生の方にね、あのこっそり話してて、いつもあの、ま、あの学校も一緒に今講師してるんですけど、そこの学校の一番偉い人に、上沼さんって相変わらず言われるんですよ。これあの宮田先生のせいですからね。言っときます。名前が変わっちゃってる。言ってますから、あの上沼さんの話は。そうですけどね。すごい。でも嬉しいですね。こんだけ、この1年っていう。うん、ね、なかなか、業績1年そんな大幅に変わるってところないんじゃないかなと思うんですけど。うん、でもなんか、楽しくやっているっていうのも、あの、ご本人っていうか、受講してらっしゃる方は言ってくださるんですけど、言ってね、あの、こんな難しい話は言ってなくて、やっぱり、実践とそれをこう、自分のものにして、お客様に伝える力って、皆さんすごいですよね。本当すごいです。やっぱり本気度が違うなっていうのが、すごいやっぱり感じていますね。やっぱりね、慣れてない業界のことって、まあ、一から覚えたりとか、それをねまた説明するのって、まあなんか難しい、さら、うん、にプラスちょっと難易度が高いイメージですけど、それをちゃんとね実践されて、多分めっちゃ努力されたんでしょうね。ね、だってお客様は化粧品屋さんと思って来てないわけですから。そうですよね。うん、まずまず。うん、酒屋さんと思って入ったら、なんか、あら？いつの間にか買っちゃったっていう感じかもしれないですけどね。そうなんですよ。なんとね、11月の13日で、はい、あの、みんなで、グループで、あの、そこのお店に押しかけて。おー、現地に行かれるんですか？長崎に集まって、で、視察したり、はい、私が、あの、ちょっとね、あのお客様に、あの、何でしょう、セミナーっていうか、商品の良さとか、お肌のこととかをお伝えするっていう時間もちょっと設けさせていただいて、あの、実際にお客様とお話しする時間をいただけるように、はい、ちょっと今日の夜、あの、ビューティーのセミナーがあるので、ちょっとこう、もっとこう詰めて、あの、話をみんなでしようかなとは思ってるんですけど、すごい楽しみにしてるんですよ。そっか、今までは結構、ズームでのミーティングというかセミナーだったけど、そう、あの全国ね、いろんな、はい、長崎県の方もいらっしゃれば、うん、あの埼玉の方もいらっしゃれば、愛知の方も福岡の方もいろいろいらっしゃって、うんうんうん、そうなんですよ。だからあのね、ズームしか難しいので、確かにね、今回その現地に行けるっていうのはまたなんか嬉しいですね。そうで、実際会ったことなくて、うん、ズームだけ
ている仲間も実際に会うとまたもっと楽しいなっていうふうに思ってるんですよね、うん、いいですね。じゃあちょっと楽しみが、大きな楽しみがね、そうそうそう、ありますね。楽しみが増えましたね。だからまた引き続きね、みんながこう楽しく続けてもらえるようにね、またミキティといろいろ計画立ててるんですけどね。そうですね、そうそう、もうトップに今踊り立ってるので、それをずっとキープというかね、難しそうですけどね、そのキープするのもやっぱりね、そこまでは目標があるので走っていくじゃないですか。だけど、はい、これキープ していくっていうのが、やっぱそのお客様の、その例えばアパレルとかでも、わーっと走りに行った時はね、来てくださるけど、はい、離れてくると、あ、もうちょっと飽きちゃったなとかってなるとね、やっぱり他のお店に行っちゃったりとかしますけどね。やっぱそこを、うん、守っていくっていうのが大変だよね、ミキティね。そうです。ね、同じ、それこそ、まあ私はアパレルにいたので、アパレルだと、今ちょうどおっしゃったように、同じようなショーラインナップだと人間飽きてきますから、そこをさらにその相手にまた新たに興味を持っていただくために何をするかっていう、いわゆるディフェンディングチャンピオンだったり、防衛することってすごく難しいことだと思うんですけれども、はい、逆に今度はチャンピオンになったからこそ、そのできる、接客ってあると思うので、チャンピオンにならないとわからない接客なんで、またそれはそれでね、きっと、楽しんでいただけるかなとは思うんですけれども、はい、うん、いいね。だから、ここからどうしていくかっていうところと、まあ、その化粧品以外で、まあ、本当に本業の酒屋さんの売り上げもどうやってこう死守してとか、うん、ね、伸ばしていくかっていうところも大事ですよね。もう今ほら、コロナまたね、再発っていうか増えてますよね。あ、確かに。うん、だけど、お店は開いてるじゃないですか、普通にね。うん、そうそう、前みたいに、その、仕入れないとかっていうのはなくなったと思うんですけど、もしかしたら、家飲みでもう慣れてしまったお客様って、はい、お店に開かれなかったりとかっていうのもあるかもしれないので、うん、だからお家で、ね、家飲みするために、どうやってずっとこう、その、お店に来て買い続けていただくかっていうところも、うん、やっぱり会話がなかったりすると、別にどこで買ったっていいし、ネットで買ったっていいしね、大型量販店で買ってもいいわけですから、はい、確かに、そうなんですよ。だからそこで見てよろしくお願いします頑張ります。いや、本当に。そうですよね。なんて言うんでしょう。結局、最終的には、その方とのコミュニケーションの代償が、いわゆる長いお客さん、お友達でもそうですよね。昨日会った人と、ずっとその人と、何の、こう、交わる話もせずに、ずっとお友達に言えるかっていうのは絶対ダメですし、無理ですし。やっぱり、その方との、コミュニケーション、その方と一緒に経験したこと、その方と一緒に共感したことっていうことを一つ一つ増やしていって、長続きするっていう。なので、商品ありき、物ありきではなくって、その方、もしくはそのことですね、がありきでの、こう、続く、そのお客様との交流だと思っているので、まあ、そこは、一貫して底辺に割って、その上で、いろんなお話、経験談とかお話しさせていただきたいなと思ってます。そうそう、これからも。はい。よく実践会、その、主販ビジネス実践会の、Facebook の文章も、やっぱりその、人に会いに行ってる。ものではなくて、まあ、ものからことの話とか私もしているんですけど、結局、商品買いたいっていうよりは、会いに行きたいっていうふうにならないと、なかなかどこで買ってもいいっていう風になっちゃうので、やっぱり心の距離といない、うんうんうん、この人と話すと楽しいなとか、アドバイスもらえるとか、そういういい環境の思い出みたいなの、次に続くみたいな感じのものがあると、ずっとこう継続して、あの人に会いに行く。で、ついでに買い物するみたいなところが、できるのかなっていう風には思いますね。なんか、だから
お店の中にこの知り合いじゃないですけど、ちょっと気軽にお話、はい、おしゃべりとかもできる人いるって結構すごいことだと思ってて、ね、そうで特にその食品とか、まあ、あの酒だとやっぱり毎日晩酌する方は定期的にやっぱりお酒がなくなったら買いに行くわけですから、うんうん、どこで買うかって言ったらやっぱり楽しい時間を楽しむっていうね、あのお酒を楽しむっていうところが共感できる人にいるっていうところはすごく大事じゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。確かに、うん、行ったらなんかおすすめ教えてくれたりとか、ちょっと何買うか決まってないけど行ったら多分決めてくれるだろうなとか、そういう安心感とかもね、なんか頼りがいとかもね、そうそう、うん、だから何聞いてもちゃんとこう自分のテイストを分かってくれる店とかだと、うんうん、あ、何々さんだったらこれを好きだと思いますよって言われると、あ、そうなのってプロから言われたらアドバイスもらいたいじゃないですか、うん、そうですね、うん、今夜の料理なんですかとかってね、はい、でそれに合うお酒を選んでくれたりとか、多分そこら辺のこう相談が、あの量販店で買うのはできないので、うんうん、でそのあたりはやっぱりあのすごく大事だし、あのちょっとお値段がもしかして高くても、はい、でそっちの方にね、確かに、ね、ちょっと試してみようかなとか、うん、思いますよね、うん、なんか私あのよくこれ感じるのは、病院って皆さんそうだと思うんですけど、自分の体ちゃんとカルテが前からある病院じゃないと新しく行こうって思わないですね。なぜなら不安だから。私のこと、体のことを知ってるお医者さんだったら安心して預けられるけれども、私の体を初めて見るお医者さんは分かってるだろうか、体質とかっていろんなことを思って行きづらいですよね。やっぱりあのいわゆる物販もそうだと思うんですよ。私のこと好み知ってるから、うん、あそこ行ったら身一つでバーンと行けるわっていうお客様の心理、うん、安心感っていうのはやっぱりあのどんな店でもどんな病院でも、うん、あの何かことを起こすことによってはすっごく大事だなっていうのは特に最近よく思います、この年になって。あのただ年齢重ねていくといろいろあのいろいろね、また来ますのでね。でもあの先生じゃないと、この先生有名で非常に評判いいけれども、でもやっぱりこの先生だったら私の体のことをよく分かってくれてるしっていうふうに感じるので、どっか通じるところがあるのかなっていうのは思う。最後は人かなっていうのは思いますよね。だから説明しなくても分かってくれていると安心感は絶対ありますよね。はい、そうですね。で、あと今後またね、あの皆さん、はい、セミナーもあの受けていただけるように、私たちも頑張って、うん、新しい情報とかを飽きられないように私たちもやっていかなきゃいけないな日々なんか進化していきますね、この時代によっても、ね、もう本当に、うん、あまりボケっとしてられない業種というか今日お店もそうだけど、その方たち教える人たちがぼーっとしてたら、はい、もうみんなが先に行っちゃってもう私も勉強しないなっていう、すごい、います、なんか改めて今日の話を聞いても本当にこの接客とか、うん、まあ、人と人とのつながりって大切なの、ここまでね業種が良くなるっていうのは、ね、どちらとも嬉しいことなので大切だと思いました、ね、なんか改めて、ありがとうございます、うん、でも本当にでもやっぱりあのネットがあの発達しても、はい、やっぱり接客が良くならないし、うん、人とのコミュニケーションってやっぱり大切なので、私たちも頑張りましょうね、頑張りましょう、うん、進化していきます私どもどう進化するか分からない違うものになっていったらどうしましょうになるかもしれないちょっと楽しみすぎますね、はい、お二人の進化が、はい、それでお時間もね1分前となりました。あ、はい、そうですね。あっという間に、あの、時間がいつも来ちゃうんです。もう、ナミキティ、あの、ね、一年間、お付き合いいただいて、私も、あの、本当、この場を借りて。こちらこそありがとうございます。もう、この場を借りて。もね、みんなをサポートするために、あの、頑張っていきたいと、いきたいですね。また、お話たくさん聞かせてください。
はい。ありがとうございます。もうあっという間の時間ですが、はい、また来週。はい、また来週ですね。はい。お伝えしたいと思います。ではまた同じ時間にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。